こんにちは、油見長男です。今日は久しぶりに花丸うどんさんに来ました。がっつり食べましょうと言いましても、こちらのね、小のぶっかけと明太子のトッピング、これ神さんのオーダーなんですよね。小生はこちら。まずね、これ見てください。これはみ出しベーコン天ぷら、これ初めて見てね、面白そうなんで思わず頼んでしまいました。それにかき揚げ天、それにかけうどんの3玉の大を選びました。がっつり行こうじゃありませんか。水やられちゃったの、俺の水が。あの丸うどんめっちゃ久しぶりや。あの iPhone の修理で一人で京都行った以来や。え？ああ、取ってきたのか。それでちゃうわ。優しかろ、テレビでやってたやつ、なんかやってたっぽいから入れてみたいな。なんかまだこれをなんかで、ね、何を入れるんやったっけ。いや忘れてんじゃん、うろ覚えじゃん。そうや、だってただ単にそれだったら明太子乗してるだけで別にする意味ないやんか。これちょっとかぶってみる？まあ多少脂っこいけど、ベーコン自体がちょっと 厚切りっていうか厚めになってるから割と美味しい。もっと衣だけかと思ってんけど、こんなもんです。どうでしょう、割と面白い。